かわいいめっちゃかわいいですねくりくりおめめめっちゃかわいいですねいやめっちゃいいですねこの構図箱がかわいいんで箱と一緒に飾りたいですねはいさーい 今回紹介するのはこちら、ゴジラ三輪車ですね。はいこちら、1974のゴジラになります。うんメカゴジラとキングシーサーが戦っているところに、ゴジラがね三輪車で駆けつけるという楽しいイラストになってますね。そしてこのね大きく描かれたハイビスカスがねいいですよね。沖縄の雰囲気がよく出てますよね。うん でこちらは M153 から発売されているものですね。今年のワンフェス、2024年のワンフェスで発売されたものみたいですね。うん、箱が懐かしい雰囲気でいいですね。うん、でこちらね、僕、前からね、欲しかったんですよ、あのゴジラ三輪車は。あのこのレトロなやつ、これブルマークの商品を復刻したものなんですかね。 僕、とその当時品っていうのはよく知らないんですけど、いや、かわいいなと思って、これ、いろいろゴジラ三輪車って出てるんですね、ミレゴジとかいろいろ。ただ、僕はこのレトロなやつの方が欲しかったんですよ、このね、F86F かな、この戦闘機、61式戦車か、これ。うんこれね 戦車と戦闘機がとん、ね、いる中、このゴジラがね、三輪車で爆走するっていう絵面がね、笑っちゃいますよね。で、可愛い,いと思って欲しかったんですけど、あ、これ2万超えなのかなうん、これね、当時、発売時点は、これ特撮 DNA 店とか、ワンフェスとかで発売されてたらしいですけど、5000円ぐらいなのが、あの、オークションでね、2万超えちゃうから、手が出なかったんですよね。うん。で、えっ、ー、とね、 今年になってこのね、このワンフェスで1974が出たんで、もう僕、そのレトロな方じゃなくて、こっちが欲しくなっちゃって、めっちゃ可愛いですよね。やっぱメガロゴジ系なんで。うん。でね、これまあ、7150円なんですけど、まあ僕は15000円。 5, 円ぐらいいで買いましたあのー、1万6500円でメルカリで2件ぐらい出てたんですけど僕ね迷ってる間に買い逃しちゃったんですよね。で他のサイトで、あのー、やっぱりフリマサイトなんですけどそこで1万6500円で売ってるのを見つけて、うん、で、まあ、5%オフクーポンがあったんでそれ使ってポチれました。いやーうんまあ 高高いいけけどど倍の値段になってるから高いんだけどでもワンフェスに行く旅費とかホテル代とかあとその時間かける手間賃とか考えたらもう全然安上がりですねいや本当安うん1万5000円ぐらいで買えてよかったですはいでは開けていきたいと思いますっ紙に包まれてますね おーおーかわいいめっちゃかわいいですねいや最高ですねこの見た目うーんでは詳しく見ていきたいと思いますまずはホルムから見ていきますかまずこれちらが斜め前ですねうんちょっと前に向けてみますかはいこんな感じいやかわいいな そして正面。いや、顔がかわいらしいですね。うーん、いいですね。この登場ポーズがね。うん。そして斜め前。うん。いや、かわいいな。そして、横。<laughs> この車輪のね渦、ま、渦になってるのがね、かわいいですよね。うん。で、斜め後ろ。 いいですね。この角度もいいですね。かわいらしい。そして、後ろ。うん。こんな感じ、ね。ここに鈴がついてます。で、斜め後ろ。はい。こちら側に、あの、ゼンマイを回すネジがついてますね。はい。で、横。うん。いや、かわいいですね。 はい、これで一周しました。いや、どっから見てもね、かわいらしいですね。では、フィギュアの方を詳しく見ていきたいと思います。うん。こんな感じですね。割と思ってたより大きいかな。もっと小ぶりなのかと思ってた。うん。で、なんといってもやっぱりこのお顔がいいですよね。このメガロゴジ系のね、うーん、お顔が。 この上唇の形が可愛らしい。そしてね、この牙とかもしっかりとね、塗り分けされてますね、口の中とか。でね、僕がいいなと思ったのは、この太陽この唇、上唇のところはちょっとうっすらね、グラデーがかかってるんですよ。この塗り分けいいですね。うん。そしてこのね、くりくりお目目。いや、可愛い,い。 やっぱメガローゴジといえばこのクリクリお目々ですよねうんそして体うんデフォルメされてるとはいえこの体表も、ね、しっかり造形されてますねでこの辺もしっかりグラデーションで塗装されてるんだねでこの胸の中央の辺りがちょっと白くね、うん、塗装されてますそして爪とかもきれいに塗装されてますねはいやいい感じです ですねうん、であと背びれねいやかわいいこの昭和ゴジラらしいこのね背びれがしっかり造形されてますそして何と言ってもねかわいいのはこれなんですよ尻尾の処理 <laughs> こうね足に巻きついてんでねちょっとねこうクリンとクリンとまうんなってるんですよこう後ろでね鈴がいるからねいやこの処理はかわいいですねめちゃくちゃかわいいです で三輪車の方は、どのゴジラ三輪車も同じですかね。同じフォーマットっぽいですね。で、この三輪車、最近よく見るんですよね。プレ版とかであの、マジンガー Z 三輪車とか、ゲッターロボ三輪車とか、仮面ライダー三輪車がみんなこの同じやつ使ってると思うんですけど、これ m 1 M153 が作ってるんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。 うん。で、これ、かわいいのはね、これ、マイで走るだけじゃなくて、殺走行もね、できるようになってます。そして、これ、走るとね、この、車輪のところの渦巻きが回って、可愛いらしいんですよね、これね。うん。で、鈴も鳴るようになってます。うん。で、こちらのゴジラ三輪車には、可動箇所があるんですよね。この前輪が、こう、回るようになってます。これで旋回できるようになるんですね。で、ゴジラの頭も、こう、 回るようになってるんで、こう進行方向を向いた状態にすることが可能です。これでね、あの小回りがこう聞くね、くるくる回って走るようになるわけですね。ちょっとやってみますか。いやかわいい。めっちゃかわいいですね。 めっちゃくるくる回ってます。この鈴の音がかわいいですよね。いやー、これは楽しいですね。お、まだ走る。頑張れ。お、止まった。では、他のフィギュアと比較していきたいと思います。まずはこちら、ムービーモンスターシリーズのゴジラ1975ですね。はい。 の三輪車がなんで次のの作品のゴジラでですねでもまあ顔はほとんど似てるのかなちょっとこう顔がコアモテになった感じでうんでこうして並べてみるとね結構でかいんですよねゴジラ三輪車ムビモンよりちょっと小さいぐらいっていうねまあもちろん体はデフォルメされててねちっちゃくなってるけどうんこの顔とかねうん顔はム,ムビモンよりでかいぐらいですねうん で、このゴジラ1975はちょっとね、こう、睨みつけるような顔にはなってるけど、まあ、メガロゴジ系らならではのね、この可愛らしいクリクリ大目目や健在ですね。で、まあ、その辺ね、見比べてみても、やっぱこのゴジラ三輪車のね、顔の造形、なかなかよくメガロゴジ系の特徴をね、出せてますよね。うん。 次はムービーモンスターシリーズの5メカゴジラ1974と比較したいと思います。うん。これ、ちょっとね、ムービーモンの割には華奢な感じなんですけどね、このメカゴジラ。うん。で、腕の角度が変だったんで、自分でこれ修正しました。で、こうやって見ても、やっぱりなんかボリューム感負けてない感じがするな。うん。いやー、いいですね、この並びね。こうやって、あの、 ゴジラがね、三輪車でメカゴジラをに突撃するシーンとかね再現したらね楽しいですねではメカゴジラをやっつけたいと思いますなりやったー 箱へのイララストをジオラマで再現ししてみましたいやめっちゃいいですねこの構図戦闘中のメカゴジラとキングシーサーそしてそこへ三輪車で向かうゴジラいやめっちゃシュールですね はい、ゴジラ三輪車を飾ってみましたやはり箱が可愛いんで箱と一緒に飾りたいですねであの埃かぶっちゃうんでウインナーケースとか買ってきてそれに入れて飾りたいと思いますはい今回は74ゴジラ三輪車の紹介でしたまったねー